次のイベントボスは風属性を予定しております。ということで、どうも皆さんこんにちは、ビザです。本日はね、まあ珍しいよね、俺なんか先に確認しないタイプなんだけど、まあちょっと次回以降の気空団イベントについて、9月開催予定ということで、まあ割かし遠くもねえのかなと思いますが、まあ8月がそうだよね、生放送があるんだ。グラブル夏だ、海だ、サマーだみたいなキャンペーンがあって、まあ生放送、グラブル公式生放送、今後のアップデートみたいな予定がこうパーンって出た後に、まあ次来月に古戦場って感じかな。まあ9月8から9月15。割りかし早めだね。まあ1ヶ月あるかないかぐらいな。1ヶ月ちょいぐらいか。みたいな感じになってるんですが、まあなんとなんと、非有利？俺ね、なんか風有利って聞いてたんだけどな。俺風有利って聞いてさ、ずっとさ、風有利だと疑ってなかったんだけど、あ、そうなんだ。いやなんか俺が聞いた話よ。実際にデータも見てない。全くデータも見てないんだけど、古戦場ってさ、属性ワンループするじゃん。そう、属性が火、水、風、土、光、闇っていう感じで、まあ、6属性がグランブルーファンタジーには存在してて、例えばだけど、まあ、ちょっと順番はずれるんだよね。まあ、例えば、火、土、闇、光、みたいな感じになって、開催されるんですよ。で、まあ、毎回毎回、その一周した後は、まあ、少しずれる。まあ、例えばだけど、まあ、火、水、風、土、光、闇、火、水、風、土、光、闇って感じじゃなくて、火、水、風、土、光、闇、火、水、土、風、光、闇、水、火、土、風、光、闇、水、闇、光、土、なんとかかんとかみたいな感じで、ちょろちょろちょろって毎年ずれてたんだけど、まあ、風が残ってたから、まあ、なんなら風なんじゃないぐらいに思ってたら、ちょっと外し、みたいな感じでしたね。火属性か。まあ、火属性って言うと、あれだよな。まあ、期限短いから、あれ、六竜石が、早いというか、すでにあるっていうのはちょっとでかいよね。まあ、サプチケ来るのかな？まあ、どんなサプチケの形式が来るのかわかんないけど、普通のサプチケ来るんだったら、ウィルネスとかだよね。うん。まあ、ウィルナスとかはもうすでにサプチケ対象になってるから、まあ、ちょっとそういう意味だったら面白いかもしれんね。まあ、あとはあれか、限界超越が来るんじゃないですか、エッセル。壁霊の証、苦境の証、セレクト BB っていう風に俺は言ってるんだけど、このくだり毎回やらないとあれかもしれんな。なんかバグった苦境の証があるじゃないですか、第3段階の解放するのに。まあこれをエッセルに使うか否かはちょっと悩ましいところだよな。まあエッセルに使うことになるかな。まあ来月8月中に限界超越のエッセル、90ですね、ニオとエッセルですか、クカイキンと重老来が来るんで、来るのかな、まあ来そうなんで、まあ壁霊の証をちょっとそこに取っとくのかなみたいな感じはある。うん。まあ何にせよ、まあ火属性、風属性の場合だったら、石、天使石がまあ来ないのかなっていう感じになると思うんですよね。イーウィアが六竜石として実装みたいな感じになるかもしれないし、まあ例えばだけど、水着ローズクイーン、水着ティアマトといったですね、まあかなり優秀な召喚石が、まあ季節限定だから、いやまあ逆に言うとタイミングいいんだけどね、正直な話。まあタイミングいいですよね、普通に考えると。だってさ、水着ローズに水着ティアマトでしょ？水着ガチャが来てるよ。で、無料100連だよ。じゃあ風より古戦場来てね、トンっていう意味で、テンポは良かったような気がするんだけど、まあ、まさかまさかの非有利ということで、なんかみんな結構風有利だと信じて疑ってなかったよな。なんか団員募集リミナルメア必須みたいなね団員募集なんかリミナルメア持っててくださいみたいな、水着コルは天井で取ってくださいみたいな。いや、さすがにそんなんは、まあ、見てないかもしんないし、見てるかもしれないけど、まあなんか、ナルメア、リミテッドナルメアの話をすごい聞いてたから、あ、なんか来ないんだっていうのは正直意外なポジションポイントではあったかな。うん。まあ、火属性で気になるところといえば、まあ、さっき言ったようにエッセルの限界超越のライン。まあ、俺エッセルにクオン使ってるから、まあ、ちょっとね、期待持ってるね。今回の土子戦場はね、俺サラーサにもね、クリスマスナルメアにもクオン使ってなかったんで、ちょっと寂しかった古戦場なんで、まあエッセル使うのであればエッセルが採用されそうかなっていうところで楽しみ。まあ他だったらそうね、肉集めでシオンだっけ、このシオンとかはニアビ1ポチみたいなのも流行ってたし、まあそれが覚醒されそうかなっていうところ。うん。まああと水着ミムメモだね。そうで、水着キャラで言うと水着ミムメモはなんか、まあ今現在でも使われてるキャラなので、水着ミムメモ、うんうんうんって感じなんじゃないかな。いやでも何にせよ、まさかまさかのね、うん、
俺の中では非有利が来るということで、はあ、そうか、どうなるんだろうな。火の武器の話をしようか。ちょっとだけ火の武器なんか必要なの？ケラクは持ってるよな。持ってない武器あるかな。逆になんだろう、俺火で持ってない武器ないんじゃない。次の古戦場は非有利だったとしたら、俺そんなに、あ、もしかしたらウィルナス天井する、あ、ウィルナスに今後使うかなぐらいなもんで、リミテッド武器特殊、あ、ここもリミテッドとかで選別できるといいんだけどな。うん、なんか絶対欲しいよっていう武器を現状なんかそこそこ持ってる気がするんで、なんかまったりできそうかななんていう風に思いますね。まあちょっと杞憂があるとするのであれば、俺の中ではやっぱ新キャラだよね。水着新キャラズドーンつって、なんかとんでもねえやつが来る可能性はあるよな。土売り古戦場のイルノートみたいな感じで、うん、まあ、しかも火にはね、俺はまあこれちょいちょい言うんだけど、このテレーズという前例があるんで、まあ、テレーズっていうキャラクターは古戦場前に実装されてクソ強かったっていう、まあなんか割とそこがスタートだったような、なんかこう言われがちだったポイントだったような気がするんですけど、まあ、古戦場前に強いキャラといえばテレーズだったんで、もしかしたら水着キャラクターとしてとんでもなく強いやつが来るかもしれませんよみたいな。そんな感じかな。フルオートで言うとイシュミールとかは現状でも面白かったかな。前動画にあげたよね、イシュミール入れて、無限だったっけ、イシュミールと無限をわらしの歌の目的のために採用してると、まあ、奥義3回打てるから、この、ホテリレベルを早めにちょうどよく発動できるよみたいな、まあ、そういうの面白かったりとか、いろんな動きができそうですね。で、まあ、あの前回の動画もあげたんだけど、あのこちらですね、フルオートの時の、ダメージのあれも出てきたんで、古戦場のフルオートとかであればこの数字、ここら辺のグラフっていうのすげえ気になる部分だと思うんだよね。だから、経過ターン何ターンです、討伐時間何秒です、 150L こんな感じですって言って、こうやってね、スクリーンショット撮られるとすげえありがたいなと、このキャラこんなダメ出せるんだすごーみたいな、見たことないキャラクターだけどこんなにダメージ出せるのみたいなのあると思うんで、うん、まあ、あの5番目のキャラクターがダメージどんぐらい出してるの、誰か1人落ちる想定だよとか、まあ、あのユグドラシルとかはそうだよね。最終上限回をユグドラシルって、まあ、あの落ちるの早いじゃないですか。絶対落ちるキャラじゃないですか。だから、まあ、5番手のキャラクターのダメージがどんなもんなのかとかね、まあ、そこら辺も考えると、まあ、あのダメージグラフの変更とかもあって、古戦場はちょっと楽しみかななんていう風に思ったりしなくもない感じでございます。ということでね、まあ、29日、本日29日から、アウギュステ・オブ・ザ・デッドですね。まあ、メグ、私の愛しのアウギュステの、まあ、次の編みたいな感じになるのかなっていう感じなんだけど、まあ、イベントも始まるし、で、しかもこの、禁樹の箱なんか前回のね、月末イベントから追加されたね、なんかちょっと美味しそうな箱が、まあ、アウギュステ・オブ・ザ・デッド第2回として来て、で、さらに、覚醒レベルの変更、そうだ、覚醒レベルの変更とかもちょっと火属性は特に影響あるんじゃないですか。まあ、トリプルアタック確定がアラナンとか、ミムルメモルとかで作りやすいから、攻撃型の、覚醒に変更したりするみたいなのは結構ありそうな気はしますね。うん、まあそういうのも込みで、次の古戦場は、まあアップデートもあるからね、いろいろ環境が変わりそうなので楽しみに したいなと思いつつも、まあ武器面で言うと俺はある程度揃ってるから問題なさげかななんていうふうにも思ったりします。はい、まあ必要な武器についてみたいな動画もまた上げると思うかもしれないかもかもかもって感じなんで、あ、曜日見たくない？そうだ、エビスプレッターがあるじゃん、非属性。非キャラの金曜日がいつなのか大事なんだよ、非属性は。なんでかっていうと、エビスプレッターで金曜日だけ火力上がるから。水曜日、あれ？インターバルじゃん！水曜日、木曜日で本戦終わ、予選終わって、インターバル金曜日で本戦じゃん。ああ、金曜日を持っていっちゃったね、インターバルに。エビスプレッターがインターバルにしか機能してねえじゃねえか。びっくりはてな、ビーンつって、はい、終わりたいと思います。皆さんもご意見あったら下のコメント欄に書いてください。それじゃあ、またお会いしましょう。あ、11月、風有利じゃん。今気づいた！驚きの真実！ 11 月、土土星みたいです。はい。なるほどね。頑張りましょう。じゃあねー、バイバーイ。マジで見てなかったわ。やば。何も見えてないじゃん。